まのちです。よろしくお願いします。スターくつ柳町達郎物語。いやー、6月12日のヤクルト戦からですね、ヤクルト2試合取って巨人2試合取って計4試合、取っていこうかなと思っております。奥川くんなんですよね、先発ね。ちょっとこの試合に柳町くんがスタメンかどうかちょっと分かんない、まだ分かってないんですけども、ちょっと対戦はしたいですね。コメント読んでいきましょう。郷皆川さんと小学生の頃会って風船もらったことある。めちゃめちゃ優しいな。うん、ちょこ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 ピー、なんかチョコ多かったな。もしマノッチがプロ野球選手だったとしたら、ファンサービスはちゃんとする選手、それとも、結構済まして対応する選手。ファンサービスできる限りはしたいなと思いますよ。思惑通りに引っかかってくれてありがとうございます。大越元井選手、俺名字大越って言ったっけ、大越って言ったっけ、なんか両方間違えた気がするな、名字も名前も。今回イデホ選手と漢字が一文字違いなこの選手本当に読めないからね。これはまあもう勘だよね。イーナンダラホってことなんだろうね。イータンホ。結構前言ってた瀬戸内海ってどういう漫画、全8巻なんですけど、あの8巻の最後、最後の3話ぐらいでその8巻分かけてきた伏線みたいなのがあって、それを回収するというか、どんでん返しというか、でまあそのそこに至るまで、最後の3話に至るまではただただ高校生の男の子2人が河川敷で話すだけの漫画なんだけども、そのただただ話してるところも面白いし、その最後の3話のもう本当に急展開があるんだけど、それがもうマジで面白い。本当これは俺のおすすめなんだよね。結局サイレン何だったんですか。いや何もなかったんだよね。何もなかったんです。だからまあ大丈夫は大丈夫です。今チンポジが悪いです。この悪い時ってのは本当どうしようもないよな。男あるあるだと思うんだけど、 2,3 回ポジションずらさないとだよね。一発で行くことはないよね。マノッチ針金サービス面白いよ。ちなみにこれ初コメでございます。ありがとう。針金サービスはね、読んだことあるよ。応援歌クイズ。気高きその勇士、並ぶものはないさ、我らに希望の光見せてくれ、かっ飛ばせ丸々。この丸々に入る選手を答えればいいんでしょ。俺応援歌ってね、誰一人として歌詞知らないんですよね。あのロッテ角中選手の角中、なんかすごい音痴だなその角中の部分しか知らないぐらいだから。今出てきたのは新井さんが出てきたの、なんか俺の中のイメージね。ただ現役っぽいよねこの言い方だとね。わかんない、なんかもう俺の中で新井さんだと思えば新井さんしかないな。まあ今日からね、一応フェードなしなんですけども、盛り上がると思ったら心配された。柳町メモなかったよ、コメントがコメントがなかったよ。尽きちゃったのかな、尽きちゃったのかな。あの柳町メモを送ってくれた方のコメントすらなかった。寂しい、寂しいね、寂しいね。はい、ルーレットいきましょうか。ルーレットなんですけど、ごめん一回ちょっと待って、録画するね、ちょっと待ってよ。昨日はルーレットでホームランの数と盗塁の数を決めたんですけども、まあ、今回ちょっとフェードなしということで、ヒットの数でいきたいと思います。まあ同じ3ね、ヒットと盗塁も決めちゃいたいなと思います。てかまず、うん、まあいいや、やっていくか。まずヒットからね、はい、スタート。ここはちょっと1を引いてほしい。マジでまあ自信がないんだ。あ、やばいな、これ3の勢いだなまあ目標達成失敗したら、お1いく、いけ、あー3ね、はい。つい盗塁、せめてこれは1でいってほしいな。ちょっとは楽したいな、ここは楽したいな。あ、これはまあ3はないね。あ、1かな。 OK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 。
ヒットさんの、盗塁1、まあ、ヒットの目標が達成できれば、まあ、全部シングルだった場合に限るけども、まあ、3回チャンスあると思っていいと思うんだよね。いや相当も限んないのか。いやまあいいや。で、難易度なんですけど、まあ、ミドルスピードにしました。で、表示なし、リアル起動の、で、まあ、ちょっと難易度は見えちゃってるんですけど、まあ、強い、ちょっと待ってよ、ずっと強いで、とりあえずはやってみようかなと思います。いこう。ちょっと今日守備なしでいい？ごめん、守備なしでいくから、この状態でいくから。あのね、前にフェードなしで全然打てなかった時にアドバイスもらったのが、もうバット振ってからカーソル動かすっての教えてもらったんですよ。で、動画撮ってない時に、あのその時は俺フェードありの状態でやってた時だったんだけど、そんなことできるのかなと思ってやっぱできたんだよ。だからいけるかなと。どうしても俺はそのカーソル動かして合わせてからバット振るっていう動作なんだけども、先にもうバット振っちゃう、そうすれば追いつくと思うんだよ。いけると思うんだ。まずはスワローズの先発、いい成績だね。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。すげえな、157も出んのか。流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。まずはバットに当てよう。4試合ある、ヒット3本考えれば。あれちょっと動かなかったぞ、動かなかったぞ。ちょっと待てよ、2球目打ちました。これはサードライナー。いやバットに当たったけど、ほぼほぼ偶然だな。打順はトップに返って、あ、まずいな。俺が思ってる以上にまずいな。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。いや どうにかするよ。奥川、まずは先頭バッターを打ち取っています。これあれか、ストライクゾーンじゃないとカーソル動いてくんないのかな。三振を取りました。あれ、バット振ってからカーソルが動かない。打順は1番に帰ります。バッター柳町、先ほどの打席カーソル動かしながら振るのか。三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえて、違うな、うまくいかないな、うまくいかないな。どういうリードになるんでしょうか。ホークスランナーはなくなっています。いや、いける大丈夫。空振り三振。待って、なんか思ってたんと違う。思ってたんと違う。思ったようにカーソルが動かない。小宮山さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやらない。あと、糸井ゾーンみたいに山を張るパターンも教えてもらってるんですよね。そうですよね、集中してほしいですよね。初球はストレート。この4つ、この4つ、ここの4隅ぐらい、それでいこう、それでいこう。はい、アウトロー、変化球、空振りでストライク。惜しいよ、いいよ。ノーボール、ツーストライク。4球目は何で来るか。引っ張った。あ、いけるかも。山田。山張るのが合ってるかな。山張るのが合ってる。ちょっと期待していいよ、期待していいよ、期待していいよ。今日はまだ当たりがありません。うん、ここアウトローに。ツーアウトになっています。山張るのが一番やりやすいかも。インハイ。ムシ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 。3球目は何で来るか。打ちました、取った、頑張れ。一塁アウトで、いやちょっとこれあれよ、あれあれよ、ちょっともう多分1試合目もヒット出ないけど、ちょっと期待はできると思う。ヒット3本だべ、ヒット3本だべ。いやまずちょっと盗塁決めちゃいたいな。盗塁がなかなか鬱陶しい。ちょっと待って、ドーピングし、ドーピングし、これとこれですね。はい、いけそうな気するな。これヒット打ったら気持ちいいだろうな。燃えてきた、ベンチスタートわけ分かった、しかない。
もうなんかこうちょっと個人的にはやっぱスタメン固定の時からでもよかったかなって今更ながらちょっと思ってるところあるけども、試合数打席数かちょっと欲しいですね。打席数がないと慣れようもないから。一応予定ではもうこのまんまフェードなしで通そうと思ってるんだけども、慣れたとしてどこまでね成績を残せるか。ここで変えてきましたね。まあここは普通に対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。なんかあんまりアウトローには来ない気がする。インハイに構えますか。これが初球、初球ボール、速攻きた、めっちゃ来るじゃん、アウトロー。ボールになります。これが4球目、低めは外れました。フォアボール持ち合ったりするかな。持ってないか。さあ5球目は何か。入りました。3ボール2ストライク。どうしよう。打ちました。オッケーオッケーオッケー、やったやった、ヒット1本目。よしよしよし、クイックだった、クイックだった。ちょっとマジにちょっと ここは決める、走る。バッターボックスにはグラシアル、そして塁上には柳町。クイック D かっていうか、ストレートの割合が多いんだよね今の打席は。なんかちょっと変化球多かったけど、いや走りてえな。なかなかしんどいけども、もうチャレンジしないことにはですよね。ちょっと待てよ、絶対に成功させたい。むずい、どうすりゃいいんだ。まちょっと迷ってるうちはやめとこう。まあ、初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですから、いいと思いますね。多分次ストレートだよね。長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。外のボールに手を出しました。次ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。バカ野郎おい、俺の声聞いてたもん、絶対聞いてたもん、絶対聞いてたもん今。いや今みたいなチャンスそうそうないって、マジで。小宮山さん、巻き返しを図るためにもここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。いやこれはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないようなアウトロピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング、アウトロ行くよ。初球打ち、よしよしよし、山張ればどうにかなんだオッケー、これ狙っていこう、狙っていこう、狙っていこう。もう難しいこと考えない。初球いく。打順は失敗したっていい。グラシアル、今日はまだ当たりがありません。ここはさっきのランナー挟まれた。もう喋んないで、喋んないで、もう絶対俺の声引いてるもん向こう。うまいうまいうまい、とりあえずヒット2本な、ヒット2本な。あとヒット1本、盗塁1で、一応目標達成。いや盗塁ニックになるのか。っていうかあれか、牽制で俺がもし飛び出してたら走っちゃった方がいいんだ。どっちにしろアウトになるんだったら走って盗塁の経験値稼いだ方がいいよね。もううん、いいよね。牽制手はあれでしょ、盗塁の成功率に影響しないんだよね。走ったら盗塁の成功率下がっちゃうんだよね。下がってでも経験値の方がいい気がするな。あんまりそこの成功率は気にもしないから。よし行こうか、あと2試合ね。よし頑張ろう頑張ろう。盗塁終わらしたいな。盗塁終わったら山張って強振とかもやりたいんだよね。山張るのが合ってるかな、やっぱり。そうだね。東京ドームからお伝えしてまいります。よし、まずは
西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。よっしゃ、打つよ。なるほどね。おっつけて打ちました。いや、うまい。ちょっと待っていい？止まっていい？もうちょ盗塁をさ、先頭バッターを出してしまいました。キャッチャー誰？ランナー一塁です。ランナーを背負ってのピッチングになります。キャッチャー誰？さあ一塁に先制のランナーを。住谷選手てかバントのサインが出てたな。バントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。てか住谷選手か小林誠司選手でしょ、キャッチャーって。大城選手ってキャッチャーで出ることあるのかな。あ、てか肩いいのか。どっちにしろ肩いいキャッチャーしか揃ってねえのか巨人って。バントか。ちょっとそれでもちょっと初球チャレンジだな。いきなり牽制。ちょっと待って。そっか、俺が喋るからか。そんな目で見るな。いや、これはそんな目で見るな俺を。ちょっともし次ランナー出ても喋んない。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。あれ、アウトコースは外れます。俺ヒット達成、ヒット3も達成だね。アウトコース打ちました。これはショート。いや、盗塁がきつい。よっしゃ、任せろや。ちょ強振行こうぜ、強振行こうぜ。序盤からこの点差ですからもう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。山張ればカーブも打てそうな気がするな。次が2球目、ちくしょう。ストライクを先行させていきます。追い込みました。この球は見送ります。いやー、きつい。ちょっとヒットバッター、ちょっと待って。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。いや、多分スライダーが多いんだろうな。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。打つぞ。打ちました。いやー、一塁へ。次の試合がファインプレイ、スタメンかどうかが分かんないんだよね。もしかしたらベンチスタートかもしれないんだよな。それを考えると今ちょっと決めておきたいですよね、盗塁はね。ストレートな、オッケー。さあ初球は何か。インコース決まっています。アウトロー来いや。もういや、誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高めストレート外れてボール。今全然来ない。今変化球来たら終わる。むずい。本当あれだね、山張ったとこ来ないとどうしようもないんだな。残念ながら、やっぱあと1試合でしょ。小宮山さん、今日は中まあ出塁でいいんだよね。ファーボールとかでもいいんだよね。とりあえずトールがひどすぎてさ、はい、オッケー、よかった。よし、成功はさせたいね。ノルマ、やっぱ達成できたら気持ちいいんだよね。なんかモノマネやりたいからフェードなしにしたんでしょみたいなコメントあったけど、結構ガチでしたくない。したくはないんですよ本当に。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのこれラストです。試合そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。よし、初球も。いいよ頑張れよ。
変化球早かったのか。頑張れ。外れてもいいよ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 。なんだろうな、フェードがないってだけで本当ボールの見極め、ストライクゾーンがどうかの見極めがすごく難しいね。入れてきました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。アウトコース打ちました。いや思ったより球が遅いのか。ワンアウトです。罰でいいかな、打つのは罰でいいかもね。バッターボックスには柳町。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。俺は牽制でよく死ぬやつ知ってる。さあ仕掛けてくるでしょうか。一塁牽制セーフ。大丈夫、ここも牽制。めっちゃ牽制くるじゃん。あ、牽制持ってんだ。初球は何でくるか。初球大きく外れています。クイックもプラスか。しつこく牽制を入れます。セーフ。盗塁厳しそうだな。ここも牽制、一塁はセーフ。2球目は何で来るか。あ、動かしすぎた、カーソル。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。それで追い込みました。まあ、もう1球は外してもいいので、思い切ってインコース。オッケー、うまい。グッと待ったぞ。よし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 。三塁に向かう。これで3試合連続安打。行こうか。ランナー3塁1塁となりました。さあジャイアンツ、もしかしたら投げてこない可能性だってあるだろう。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。投げてきた。投げてきた。くそー、ちょっと待ってくれよ、難しいよ盗塁。ピッチャー変わってくんねえかな。打順は1番に帰ります。バッター柳町。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。うん、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャー、いや変化球。ピッチャー変わってる。打順はトップに帰って柳町。いや、もうこれはストレート。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。うん、ここもクイック持ってんの。うん、そうですね。というかストレートすっげえエグい。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリー、落ちてくれ落ちてくれ落ちてくれ。いいところに飛んでいる。ここは打ち上げています。ツーアウトランナー一塁と変わります。延長でいいよ、頑張るな。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、ヒットは4試合4かな。4試合で4本で、多分盗塁俺3回、うん、4回かな、チャンスあったのが。終わってんな。終わってんな。どうしよっかな、明日このまま取りますか。ちょっと今守備するつもりあんまないから。そしたら4試合取れるんですよね。4試合ぐらいで尺もなんかちょうどいいのかなって感じもしてるし、このままいきましょうか。で、難易度もまあとりあえずこのままでもいいのかなと。4試合4本ってことは、まあ、まあざっくりですけど1試合1本打てるって計算だから、まあこれでいきますか。盗塁がやべえな。盗塁やばいな。一応シーズン目標10盗塁があるから、もう数重ねるしかないよね。もう失敗恐れるず行くしかないよね。はい、ということで明日モノマネ、何かコメントください。なんか その中でできそうなものをやるわ。できそうなものをやります。じゃあ終わり、バイバイ。